glass was half empty, but you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. 皆さんこんにちは。本日は、はい、函館観光第1弾。イエーイ。第1弾、おそらく第2弾がある予定です。あるかも。かも行きたいところがいっぱいあって、はい、はい、で本日は、うん、函館の道の駅七色七重にいます、はい、でちょっとそこをご紹介しつつ、その周辺、そして念願のラッキーピエロ、うん、わー行きたいと思います。ずっと行きたかった。ずっと一ちゃん最初から行きたかった。最初は函館夜に着いたから、そう、そのまま夜市まで、夜市、うん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 、ぶっ飛ばしたから4、5時間かけてね。なので今日はそこの部分と最後にね、夜景も見に行けたらいいなと思ってます。頑張ります。はい、はい、それでは行ってきま す。今日めっちゃ暑い日やん。 29.4 度、えぐー。リンゴソフト、そう、結構でかいんだよ。すごいな、ボリュームがなかなか、ね、初めてのリンゴソフト。今日ミックスはなかったね、うん、残念ながら。暑い、暑い、今日30度近くあった、うん、いただきます。そう、眩しい。すごい、なんかジェラートみたいで、リンゴジュース飲んでるみたい。そんな、うん、めっちゃ怖い。びっくりした、うん、リンゴジュース飲んでるみたいじゃない。美味しい、めっちゃ美味しい。結構ランク級に。あら、珍しい、リンゴ系、うん、あんま好んでないのに。さっぱりしてるな、うん、こってりじゃなくて。結構最近こってり系のソフトが多かったから、なんかジェラートっぽい、うん、なんか久しぶりに夏って感じ。うん、わかる、まあ、9月だけど、ね、寒かったからな。7、8月が暑すぎて、寒すぎて、うん、全然喋れてない。今から、お団子屋さんに、わあ、やったしたいと思います。なんか結構見てる感じめちゃくちゃ美味しそうで。和菓子大好きです。でひろちゃんあんこ大好きだから大好きです。と今から行ってきたいと思います。はい、行ってきます。再会、嬉しかった。ニセコ以来のね、いっぱい喋っちゃった。楽しルートが一緒やから。そうやな、帰るタイミングも一緒やな、うん、修学旅行だから私服なんかな。今時の修学旅行生ってサングラスかけんの？いや別に今時かは分からんけど、当時からいたでしょうけどね。いた、クラスメートにサングラスつけてる子、修学旅行時代やな。
それでは行ってきます。行ってきます。お天気に恵まれすぎてる。めちゃくちゃいい。あっち久しぶりに。あっち、もうこれが沼の家で、なんか駐車場からまんまやったな。そう、直営店舗ぐらいに駐車場が、うん。なんか湖が近くにあって、ね、保存しててもいいけど夜食べて。ああ、そうする。今日中とは言われたから、うん、ちょっと置いとこう、うん、でも冷蔵でもないだろう。常温でいけそう、うん、ラッキービエロ到着。情報量が多すぎる。財運の椅子。うわ、おいおいおい、寝れる、寝れる。なんとラッキーピエロの T シャツ買いました。黒エニタイムとか寝巻きにしようと思って、うん、ちょうど1枚チクがなくて結構安かったよ。1000円ちょっと1着1000円買っちゃった。ちょうど欲しかったよね。エンファイン、ポテト来た、食べようか、うん、ポテトが開けました。ちょっとこれ憧れてたんだよね。このなんかソースに入ってるやつ、すごい。いただきます。うん、うん、ミートソースの感じ。あ、なんかかかってる、うん、でかでかない。おいしそう。だってほら、カレーオムライスにしました。ルンカレーオムライス、オムライスが美味しいと聞いて、うん、これにしました。めっちゃ美味しそう。ちょっと食べていきます。嬉しい。いただきます。いきます。美味しそう。いい食べ、うん、うん、結構トロトロやな。うわ、めっちゃトロトロ。美味しそう。いただきます。うん、うん、うわー、やばくない？めっちゃ美味しそう。いただきます。出来立てです。え、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。とろとろ。なんか結構オムライス推しの人が多くて見て、うん、バーガーは第2弾で食べます。いろんな店舗も行ってみたいね。なんかやっぱお店の外装が違うって言ってるから。ここは総本店やな。そう、あの椅子があるから有名なんで。道の駅のすぐ隣に、すぐ近くにある、うん、今から山川牧場に行きたいなと思います。だから山川牧場、多分北海道ラストの牧場、そこでシェイクを飲みたいと思います。朝からソフトクリームも食べ、ラッキーピエロも食べ、シェイクも飲み、あとでお団子も食べ、幸せですね。Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me. 山川牧場。かわいい。ちょっと目がリアルだ。
I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can try. メロンシェイク。山かぼ。メロンシェイク。350円。ミルクとメロンとバナナ、アイスカップ、4種類あった。アイスカップも気になる。あのね、お肉を買います。ハンバーグ、ハンバーグ焼いたらいいやつ。今度はシチュー飯食べようみんな。牛のアパートがあるって。うわすごい、牛さんたちがいっぱい。すごい、みんなこっち見てるんだけどごめんね。大きいね、みんな。え、めちゃくちゃ大きいしさ、え、お乳やばくない？パンパンだよ。うわすごい、全然でかい、めちゃくちゃ大きい。すごいね、暑いよね。この子かわいい、ペロペロしてる。いやーかわいい、めちゃめちゃちっちゃいですね。ね、鹿みたい。バンビ、かわいい、かわいい、すごい、ちっちゃいね。かわいい。会話中。かわいい。なんかホルスタイン好きかも。白黒の子ね。ホルスタイン。近い近い近い。どうして？いいよ、大丈夫。尻尾ね。大丈夫。すごい、かわいい。4日前ってすごい。4日前だ、生まれたて、たてたてだよ。たてたて生まれたて、たてたて、やばいね。またね、バイ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 。おい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 、おおおお、ほんと鹿みたい。うん、バイバイ、かわいくかわいい牛さんたちでした。着いた。とりあえずランドリーに着きましたので、こういうなんかここのコインランドリーにね、コンセントがあるとこがあるから、うん、そこで洗濯しつつ、はい、ちょっと仕事をして、そうですね。夜景の時間が10時からしか車で行けないんですよ。どうやらね。どうやらどうやら。通行規制みたいなのかかって。そう、交通規制だもんで行きたいと思います。はい。しばし待機。しばし編集。めっちゃ綺麗な。すげえ。で、なんかいい匂いするし。ここすごない。最新。電子決済できた。すごい。やばすぎ。領収書ももらえるやん。すごい。初めて来た、こんな綺麗なところ。やばない？え、カフェやん。カフェ。嬉しい。ちょっとだいぶ頑張ったね。結構座ってしまったな。結構洗濯物回してて。思ってたよりも長く。そうそう、で誰もおらんかったし、うん、ちょっと仕事させてもらった。快適すぎてめっちゃすごい頑張れたね、うん、今から、今がね8時半ぐらい、8時半か、今が8時半か、うん、で、交通規制が10時だから、もうちょっと
通れないんでね。10時以降に車できるようになるの。そうそう、だからもうちょっと時間がかかるので、うん、今からちょっと軽くご飯を食べて、はい、そこから向かっていきたいと思います。はい、やっとお団子が食べられます。沼の家のお団子です。こんな暗いところで食べるのよ真っ暗。めっちゃ美味しそうじゃない。美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそう。あんこ、あんこから、うん、うん、すごいしょっぱくて美味しい。しょっぱい、うん、なんか甘さもめっちゃあるけど、塩味がね、あのあんこの中に。こしあんとかよく大福とか食べるときに塩大福みたいな。おー、うんうんうん、この醤油もいってみよう。おかば醤油。めっちゃみたらし団子。あ、みたらしね。みたらし美味しいね。激うま。食べてみ。あ、いいやん。いいの。食べ食べ。双子。いきます。うん。美味しい。うんうん。嘘。結構弾力がある。うん。今日中なんだよね、日持ちが1日。そうそうそう、その日だから。だからこそお土産とかにはできなくて、うん、もうその日で食べないといけないから、そこがちょっと、ね、行った人しかね。そうだね、そこ、うん、行ったらぜひだね、うん、食べていきます。着きました。到着しました。なかなか寒いぞ。10時ぴったりに来て、うん、入ってみんなゾロゾロと。そう、やっぱ10時からみんな車で来るから。楽しみ。 You keep me wondering Is our love strong Just like a love song Baby it's on in me。 それではお届けします。3、2、1、どうぞ。めっちゃ綺麗。伝わってる。伝わってるのか。これ伝わってる。これはすごいわ。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。すげえ。くびれてるな。くびれてる。うん、すごいわ。この多分函館の独特な形やから。余計になんか綺麗。こんなことやってるんだ。めっちゃ青春じゃない。青春な、うん、青春。いや、なんかこれカップルとかとかいいやん、まあ、とか付き合う前とかのデートとか。確かに、なんかキュンキュンするやん絶対。最高のデートスポットやね。綺麗でしたね。帰りましょう。帰りましょう。帰りましょう。